北海道には6つの代表的な縄文遺跡があり、世界遺産登録の実現に向けた取り組みを進めています。狩猟、漁労、採集生活の証、貝塚です。この生活は1万年以上も続く世界でも稀なものでした。定住の証、大型建物の跡です。定住は世界の先史時代では稀なものでした。交易の証、北海道にはないイノシシの牙の装身具です。先史時代には稀な平和で協調的な社会でした。祭祀の場、環状列石です。自然の恵みに感謝する心の証です。命の再生を信じて墓に埋めた足形付き土板です。縄文の人たちは命の大切さをよく知っていました。森に囲まれたお墓の跡です。自然と共生する縄文人の心の証です。こうした縄文の世界的な価値を知ると、北海道の新たな魅力が見えてきます。縄文とは粘土で形を作り、縄で模様をつけて焼き上げた土器の文様のことです。こうした土器が作られた時代が縄文時代で、紀元前1万3000年頃から1万年以上続きました。この土偶は北海道でただ一つの国宝です。紀元前1500年頃の墓から出土しました。中が空洞の土偶としては最も大きなものです。縄文人の心を優れた技術で表現しています。私は縄文時代に作られた妊娠した女性や精霊をかたどったといわれる土偶が大好きで、彼らに出会うために全国を旅しています。もちろんこの中空土偶もお気に入りの一つです。見てください、この下半身、まるでデザイナーが作ったようなパンツを履いているように見えます。この綺麗な模様も私のお気に入りの一つです。褒めてくれてありがとう。びっくりした、あなたは中空土偶の化身？はい、カックって呼んでください。これから北海道の縄文文化や縄文遺跡をご案内します。私も知らないことがあるので、私より詳しく縄文時代を知ってる学芸員さんと一緒にご案内します。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。カクさんって男なの、それとも女なの？それが私にもよくわからないんです。こちらの胸の表現とか、お腹の膨らみ、それから、縦の線は妊娠線というふうにも見られますので、非常に女性的な部分とですね、それからこの凛々しい眉毛、それから、肩のがっちり張ったところ、それからこの顎の下のところにあります模様、こういうところは、まあ、男性的とも言えると思います。ですから、まあ、男性とも女性とも取れるような精霊を表しているんじゃないかと考えられます。縄文人は狩猟、漁労、採集など自然の恵みを生業としていました。でそういった、豊穣の恵みがですね、訪れるようにという願いを込めて、作られ、その願いを叶えるために最後には、まあ、お墓に、入れられたのかもしれません。大船遺跡は北海道屈指の大規模な集落遺跡です。紀元前3200年から紀元前2000年頃の遺跡です。
100棟以上の縦穴建物の跡などがあります。縦穴建物は深さ2メートルを超える大きなものです。建物の骨組みには栗の木が使われていました。遺跡からはクジラの骨が見つかりました。これらは当時の生活や生業を知る上で重要な出土品です。大きな家があった跡です。こちらの壁で 2.4 メートルの深さがあります、はい、そして6本の柱で屋根を支えて、そして真ん中には、四角い石で囲んだ囲炉裏の跡があります。そういう家があったっていうことからどんなことが言えるんでしょうか。これだけの住居を作るにはですね、一つの家族だけではおそらく作れなかったと。無理ですよね、はい、ですからもう村の人たちがですね、共同作業でみんなでこう力を合わせて作ったと。仮住まいっていうのにこんなに大きな家はいりませんので、やはりもう長く定住するということの本当に証だと。これは栗の木を使っています、はい、でこの栗は縄文時代にはですね、人が海を渡って運んできたもので、もともと北海道には自生してませんでした。なかった、はい、でその栗が、そのまま林になって残って、こちらの裏山は栗の木山と呼ばれてます。栗の木山、栗を食べてたっていうことですよね。栗の実もこの遺跡からたくさん見つかってます、多分冬の間の貴重な食料になったと思います。なるほど。住居の跡から見つかったクジラの骨です。体長15メートルくらいあるクジラだそうです。15メートル、はい、その他オットセイとかマグロ、鮭、季節ごとに、しかも特定の種類のものに偏らずに自然に負荷を与えない、そういった狩りの仕方をしていたようです。そうやって自然と共生しながら自分たちも栄養豊かな食生活を彼らはしていたっていう証ってことですね。そうですね。柿の島遺跡は日本最大級の盛土遺構が特徴です。盛土遺構は祭祀や儀礼の場と考えられています。紀元前7000年から紀元前1000年頃の集落遺跡です。足形がついた土板です。世界最古といわれる漆で染めた糸を使った製品です。漆塗りの変わった形の土器です。縄文人の心と技を示すものが出土しました。ここは盛土遺構といって、私みたいなものが埋められていたところです。長さ160メートル以上、はい、そして、カタカナのコの字のような形をした大規模なもので、紀元前2000年くらい前の盛り土になります、はい、こちらにはですね、たくさんの土砂とともにたくさんの土器や石器が埋まってます。お墓なんかも見つかってますので。お墓も、はい、人や物の魂を送る場所、聖域というふうに考えられます。大規模な村に伴っているというのも特徴になります。儀式だとかお祭りごとをやりながら、次第にこのように大規模に土を盛り上げていった。柿の島遺跡のお墓から出てきた足形付き土板です。本当だ、ちっちゃくて可愛い足形がついてる。これはどうしてこんなものが作られたんでしょう。縄文時代の当時というのは乳幼児の死亡率がとても高かったと言われています。ですから一つの考え方としては、亡くなった子どもの形見として作られてまた生まれ変わってくることを願うか、あとは子どもの成長を祈ってですね、作られた、そういうふうにも考えられます。いずれにしましても親と子の愛情をとても強く感じる資料だと思います。
柿の島遺跡の隣の柿の島美遺跡から見つかりました世界最古の漆の糸を使った製品がお墓に副葬されていたものです。日本列島独自に漆文化が生まれて縄文文化の中で根付いていったと。柿の島遺跡から見つかった漆塗りの土器になります。住居を廃棄するときに儀式のようなものに使われたもので、現代にも通じるとても優秀な漆ということが言えます。縄文人の技術ってすごかったんですね。和紙の木遺跡は北海道最大規模の環状列石です。ほぼ円形で祭祀の場と考えられています。紀元前2000年頃の遺跡です。高速道路を作る時に発見されました。遺跡を保護しながら真下にトンネルを作りました。人の手で掘削し細い管を通します。たくさんの管を通した後、コンクリートの箱をゆっくり押し込んで完成しました。文様が描かれた土器です。縄文人のネットワークを示す証です。世界でただ一つのイカの形をした土製品です。隣にお墓があって、その前で儀式のお祭りを行う場所です。この環状列石はすっごい広いですね。直径37メートルで、外側に2列の環状の排石と、あと真ん中に楕円形の列石があります。それで30になってます。石はですね、約600個ありまして、その石を規則的に配置してるんです。高台になってます。南東の方向に駒ヶ岳が望めたり、北の方に噴火湾、海が見えたりします。おそらくそういった環境と、この環状列石で行われるお祭りや儀式といったものがすごく深い関係にあったんじゃないかなというふうに考えられます。縄文の人たちは、その自然と共生をしながら、儀式を行って、こう感謝の気持ちをこう表現したり、いろいろお願い事をしたり祈ってたっていうことですよね。はい。環状列石のすぐ近くにあった土器です。文様が描かれています。この土器の文様っていうのは、北東北の方にも同じような文様を持った土器があります。環状列石とこの土器の文様と共通して、同じ広がり分布をしている。縄文人たちのネットワークがあったっていうことですね。お寺の鐘ですとか、そういった形をしている宅型土製品というふうに呼んでるんですけど、これ1点しかイカ型というふうに呼んでいるようなものは見つかっていない。入江貝塚と高砂貝塚は貝塚を伴う集落跡です。紀元前3500年から紀元前800年頃の遺跡です。縦穴建物跡や多くの墓が見つかっています。入江貝塚では貝塚の断面を見ることができます。道具や装身具の数々は縄文人の工夫の証です。土器や土偶の数々は自然と共に生きる証です。こうした出土品の多さと質の高さが特徴です。貝塚そのままの姿です。縄文人の宝の山です。ただのゴミ捨て場じゃないんですね。縄文人が海や山から貝や魚、動物を取ってきてですね、食べた後に貝殻や骨が残りますよね。それをそこら辺にポイポイ捨てるんではなくて、一箇所にまとめておいたところ、それが長い年月をかけて積み重なった場所が貝塚なんです。
土器や石器、骨格器なども見つかっています。人のお墓もこの貝塚から見つかるわけです。お墓まで出てくるんですか。はい。縄文人は自然のものからいろいろな道具を作りました。これは森頭です。鹿の角で作られています。イルカやオットセイ、それから大きな魚なんかを捕ってたと考えられています。これは釣り針です。魚の種類や大きさに合わせていろいろなものが作られました。本当に彼らはこう工夫をしながらこ うまく生きていくための知恵があったっていうのがこの釣り針からも分かりますよね。そうですね。これはイノシシの牙で作ったっていうことなんですけれども、北海道にはイノシシはいませんでした。本州から持ってきたものだと考えられています。はい、私の友達がいます。ちっちゃい、少し上目遣いで口をポカンと開けているということが特徴ですね。自然に対して恐れや尊敬の念を抱いていたと思うんですね。縄文人の祈り、はい、それを表現したものだと思います。この開いた口から祈りの声が聞こえてきそうですよね。北小金貝塚は大きな復元貝塚が特徴です。紀元前5000年から紀元前2500年頃の集落遺跡です。縄文文化を体感できる史跡公園として公開されています。貝塚は縄文人の豊かな食生活の証です。貴重な人骨もその一つです。大量のすり石や石皿がある水場は神聖な場所です。こうした自然環境がそのまま残されているのも特徴です。縄文人は湧き水をとても大切にしていました。あの水場って、はい、縄文人にとってはこれどういう場所だったんですかね。とても神聖な場所だと考えていたみたいです。はい、たくさんの石の道具が出てきたんですよ。はいはい、これがすり石です。上の部分が取っ手になっていて手に握る部分です。これが石皿で、この上でどんぐりをすりつぶしたりします。そのすべてが、壊れている。それからわざと逆さまにするということは、あの世へ送るための儀式の跡じゃないかなというふうに思っています。大きな動物の骨もありますね。はい、鹿の頭の骨です。鹿ですか。はい、他にどんなものがあるんですかね。ハマグリ、ホタテ、カキなどの貝ですとか、マグロ、ヒラメなどの魚、それからオットセイ、クジラ、イルカなど、そういう縄文人が食べたものがたくさん見つかります。北海道はオットセイがたくさん取れますので、はい、縄文人の冬の食料になっていました。当時も今と変わらず魚介類が本当豊富だったっていうことですね。人間の骨がたくさん出てきました。私を作った縄文人です。あの、私たち現代人と比べてこの縄文人の骨っていうのは何か特徴っていうのはあるんですか。これまで15体の縄文人骨が見つかっていますけれども、虫歯がないという特徴があります。虫歯というのはデンプン質のものを食べているとなりやすいのですけども、北海道の縄文人は魚介類や肉、はい、そういうものを食べてますので虫歯になりにくい。キウス周帝墓群は紀元前1200年頃の墓地で8基確認されています。土を掘り下げてそれを覆わない周帝墓は世界の先史文化の中でも北海道にしかありません。地面を円形に掘り下げたところが墓地です。
その周囲に環状に土を盛ります。丸い形、土手とくぼ地、縄文人の世界観を示します。ここは死者を送る祭祀の場でもありました。出土した線刻文様のついた石棒はその祭祀で使われたとも考えられています。北海道の縄文遺跡はこういう丸くなったところが多いですよね。はい、そうですね、みんなが、寄り集まって丸く収めて強調するという、縄文人の世界観といいますか、それを示すものとして、この宗帝墓群はとても高い価値があります。このような大きな施設は複数の村のたくさんの人たちが協力しなければ作ることはできなかったというふうに思います。今私たちが立っているこの土手の一部低いところ、ここが宗帝墓の出入り口です。で、全部の宗帝墓にこういう出入り口があって、ここからだけ出入りをしていたというふうに考えられています。で、高い土手の外側が生きている者たちの世界、そして内側のくぼんだところが死者の世界というふうにはっきりと区別をしていたということで、非常に神聖な場所だったと。この4号宗帝墓からは、市の指定文化財の磨製石棒という、石棒が見つかっています。葬儀の儀礼の重要な道具であり、その使った方が、亡くなった時に、一緒に葬られたというふうに考えています。男性の象徴というふうなことも考えられますし、その人が持っていた、社会的な身分を示すものというふうにも考えられています。縄文文化って謎が多くて本当に面白いです。そこがまた魅力だなって改めて思いました。縄文って奥が深いでしょ。また来てね。さようなら。北海道には縄文文化だけでなく、その後の歴史の中で育まれた多くの文化資産があります。自然と共に生きる中で生まれた北海道ならではの文化資産をご覧ください。まずは北海道の文化と歴史を北海道博物館の展示で大まかに見ていきましょう。北海道博物館は北海道の自然、歴史、文化を5つのテーマで物語る総合博物館です。縄文文化は紀元前3世紀頃に終わり、その後北や南の文化の影響を受けながら俗縄文文化、オホーツク文化、薩摩文化という北海道独自の文化が展開しました。アイヌ民族の伝統文化に見られる住まいや儀式などの生活様式は13世紀頃から成立していったと考えられています。日本が明治時代を迎えた19世紀の中頃、政府は蝦夷地と呼んでいたこの島を北海道と命名、日本国に組み入れ本格的な開発に乗り出します。西洋の影響を受けた生活文化が広がっていきました。第二次世界大戦を挟み、日本が近代から現代に変わってきた20世紀、北海道でも開発と経済成長が進み、現在の北海道へと姿を変えていきました。札幌市にある赤レンガ庁舎の愛称で知られる北海道庁旧本庁舎は、1888年に建てられた北海道の近代文化の始まりを今に伝える建物です。ここには北海道博物館のサテライト展示があり、北海道文化のエッセンスに触れることができます。各地の文化施設の情報コーナーもあります。このほか様々な文化イベントが開かれるなど、赤レンガ庁舎は北海道文化の発信拠点です。縄文から現代まで、
各時代のアートを見ましょう。縄文土器の文様です。北海道独自のオホーツク文化の証、オホーツク土器の体重文様です。樹皮の繊維や木綿で作られたアイヌ民族のゴザや衣服などには、代々伝えられてきたアイヌ文様の刺繍などが施されています。現代の染色工芸の一つ、ユーカラ織です。北海道の自然をテーマにしたデザインが特徴です。縄文時代の土偶です。精霊をかたどっていると言われています。北海道出身の現代彫刻家中井信也の作品、月下です。不思議な生き物が佇む姿をかたどっています。北海道出身の現代洋画家神田日勝の作品、飯場の風景です。働く男たちの休息する顔です。各時代の食文化を見ましょう。縄文時代の貝塚から出土した骨の数々は、さまざまな海の幸を味わっていた証です。中世から今に伝わる郷土料理、三平汁です。タラの身、肝、白子が入った塩味です。奥尻島が発祥の地と言われています。近世から近代の北海道はニシン漁で栄え、ニシン御殿が建ちました。ここは北海道最大級のニシン御殿です。広々とした漁夫の居間や親方の帳場、客室などが当時の栄華を忍ばせます。甘辛く煮たニシンの切り身の乗ったそばは、今に伝わる郷土料理です。縄文時代の貝塚では多くのホタテ貝が見つかっています。北海道では今もホタテ漁が盛んで、ホタテのさまざまな郷土料理が味わえます。これは炙ったホタテの入った伊豆市です。各時代の住まいを見ましょう。縄文時代の大型建物の跡です。骨組みやかやぶきを復元した家屋も見られます。展示のため復元されたアイヌの昔の家屋です。寒さを防ぐ工夫や儀式のための道具などを見ることができます。中世の和人の館の跡です。海を望む丘に多くの建物の跡が広がります。
元 CG やジオラマで当時を忍ぶことができます。近世から近代へ移り変わる権力闘争の場となった城跡です。展望タワーから望むことができます。江戸幕府の役所である奉行所も復元されています。湧き水の近くに建てられた縄文時代の竪穴住居です。こちらも湧き水の近くに建てられた近代の洋館です。1936年に建てられました。西洋の影響を受けた生活文化の証です。各時代の祭りを見ましょう。縄文時代の祭祀の場、環状列石です。今に伝わるアイヌ民族の伝統的な歌と踊りはアイヌ古式舞踊としてユネスコの無形文化遺産にも指定されています。近世の和人が移住して伝えた伝統芸能です。北海道南部を中心に各地で今も演じられています。現代の始まりとともに北海道中に広まった夏の踊りです。北海道各地の踊り手が集う現代の踊りの祭典です。北海道の初夏を告げ大きなにぎわいを見せます。音響の良さが世界で評価されるコンサートホールです。北海道の演奏家も出演するクラシック音楽などの殿堂です。自然の恵みの雪を生かした雪像が並ぶ祭りです。世界中の観光客を呼び集めています。ご紹介した北海道の縄文から現代までの文化資産はご覧のところにあります。自然と共に生きる中から生まれた北海道の文化に触れる旅、一味違った観光が楽しめます。